巨人秋広優斗、20.3割1分、197の61、5本、OPS、804、三振率、1割9分2厘。やばない。規定と10本、OPS、750は達成してほしい。交流戦で落ちると思ってたけど、まだ持つんやな。OPS、8維持してほしいけどきついかな。最後まで試合出るなら OPS7 乗ってれば十分成功やろ。あの長身で構えでかいからどこ投げるときのカッテイとやっぱ角度つけたインコースか。巨人ファンの精神安定剤でバントはやらすな。もうちょい弾道上げてくれ。秋広1年目のバカ騒ぎ正解だった。体重あと20か30キロは増やしたいよな。その辺の方向性はどう考えてるんやろうか。無理やろ、毎日6000キロカロリー食べててこの体重維持や、相撲取りくらい食わなきゃ無理やん。何かホームランってよりは、安打量産するタイプになりそうやな。でかすぎて、ネタ枠みたいな扱いだったのにようやっとるよな。結局外野一本で行くんかな。完成型はでかい吉田正尚。意外と三振してないな、最近また三振通って打席が増えてきた気がしてたが。意外とアベレージタイプやからな。皆さんは秋広選手の成績どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。